また持ち込み企画、対戦動画を勝手に実況しようみたいな。目指せ未来の岩井さんキングポジションみたいな。ドラゴンスターの元気さん対カードボックスのしゅんさん。まだまだコアはありますよと。すごいっすね。素晴らしいっすね。我らバトスピ同好会、イエーイ。はい、会員ナンバー1番小川翔平と、会員ナンバー2番ヤッキーです。ヤッキーさん、はい、ヤッキーさん、もう始まってますよ。あ、ちょっと、何、何これどうした、ゼノンザードまたこれで、この画面でゼノンザードやる。またゼノンザードですか。いや、今日、ちょっとやりたい企画、また持ち込み企画、はい、ありまして、はい、このモニター使って、はい、対戦動画を見ながら勝手に実況しようみたいな。おー、なるほどね。そう目指せ未来の岩井さんキングポジションみたいな。そう、あの実況席にさ、うちら行くことほとんどないじゃないですか。今回エクストリームリーグのね、はい、対戦を見ながら、まあ、やるのどうかなと思って、はいはいはい、始まりましたしね。もうなんならエクストリームリーグのスタートからもうね、当ててもらいつつ、もうキングの声と対抗して、ちょっと無理無理、いい声で無理だよ。あ、じゃあ逆にね、これじゃないよ、キングは超えるのはちょっと難しいんで、はい、斜め下ぐらいのパターンで、ちょっとオリジナルね、オリジナルで。なるほどなるほど、分かった。キングはいけないんでね、せめてポーンぐらいにしておきます。分かります。ポーンぐらいぐらい。じゃあちょっと設置するんで、はい、ちょっとお待ちください。はい、分かりました、はい、設置します。さあ、ということで、始まったね、ドラゴンスターの、元気さん対カードボックスのしゅんさん、はい、のバトルですね。いや、なんか新鮮っすね、音を自分たちでやるっていう。そうですね。さあ、ヘルメットをかぶってたね、そう元気さんが先行と。なるほどね。いや、今回だってカードボックスさんもね、うん、かなり前回と怒ってますから。そうさあ、うずめを召喚しましたね。さあ、ゴッドシーカーうずめの効果で4枚オープンできて、アマテラス1枚とアマトケシン。これ強いじゃないですか、福玉とアマテラス回収で。やっぱ1ターン目の召喚でアマテラスと、さらにね、もう1枚プラスアルファで、はい、福玉回収しまして、うん、残りがデッキの下、めちゃめちゃいいスタートですね。これ青使いとしてはね、最悪のスタートだね。福玉入るわ、アマテラス入るわ。確かに、まあ、あとはだからこのアマテラス置くか置かないかですよね。そうですね、置けるんでね、一応日経減ね、できるんで、うん、まあ置かずにと。まあ相手の出方もね、裏目踏んじゃうと。確かにね。さあ、リリアということで、まあ、ほぼこの時点で行動デッキだろうなと、うん、分かって、まあ、3枚、はい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 、レオ2つとダン、まあ、ダンさんが落ちたっていうのはね、気持ち的にはどうなんですかね。そうね、まあ、ちょっとうんって思うところではあるけれど、うんうん、まあ、でもセフィロシープでしっかりとコアウトコアチャージして、まあ、後攻の動きとしてはまあそんなにね、うん、悪くないんじゃないですか。うん、やっぱ対戦してる感じだと、やっぱ行動を使ってる小川さん、やっぱリリアとダンと、まあ、アポロン入ったりすると思うんですけど、はい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 、やっぱダンよりもリリア先に置きたいとかってあります？やっぱダンの方から行きたいですか？まあ、やっぱダン置きたいけどね、うん、ただリリアも今すごい強いから。めちゃめちゃ強いですからね、うん、まあ、割とね、どこからスタートしても強いですけど、うん、さあ、ターン移って元気さんのターンで、まずはグランウォーカーアマテラスの配置から、はいはい、コアチャージで今度円環の剣落ちましたね。いや、これも素晴らしいですね。これいいですね、手札に入って。さあ、コアチも、うん、でクラウンソーラーもね、最近結構見るというか、うん、そうですね、うん、強いカードね。でもブロックされないって強いですからね。そうそしてさらにもう1枚うずめを召喚してオープンしていく。さあ、おー、まあクラウンソーラーをね、うん、やっぱダブルシンボル1コア部単1回復って、まあもうそれだけで強いですからね。そう、書いてあるのめっちゃ強いですからね、うん、さあ、しっかりと手札に入れてね、うん、天空の貢献クラウンソーラー、これアマト持ってるのも偉いのよ。そう、アマトでその回収ができるっていうね、手札に加えられるっていう。そうそうそう、最近だとこのクラウンソーラーをアマテラスにブレイブ、グランテラスにブレイブしておけば、うん、白の世界の起動もできちゃうっていうね。はい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 、回復できるからね。そうそうそう、素晴らしいのよね。さあ、そして、おお、もうシュタインボルグ10が素晴らしい。まあ、これで先ほどねコアブしたし、シュタインボルグ10の効果で、うん、まあ、トラッシュから行動回収できるんで、うん、いや、そういう意味ではまあ序盤に落ちてても
まあ、行動のねカードトラッシュから回収できるっていうのいいですね。シュタインボルグ展がめちゃめちゃ強いのよね、やっぱ強い、うん、あ、まあ、グランオーカダもね、うん、しっかりターン回収して、まあ、そのまま、まあ、配置しますと、うん、まあそりゃそうよね、うん、いやー3枚マイさんのねサジタリアスドローを使ってるっていうね、うん、ダンもあのプレ版のボックスのやつですね。そうですね、さすが行動を使ってワイルドバウトで優勝しただけありますね、うん、だから今ねあのキマさんもおっしゃってますけど、うん、このグランテラスをね警戒してスピリットを消したっていうのもかなりでかいですよね、うん、そうですね、やっぱスピリット残っちゃってると、うん、それだけで連続アタックがねもうこんだけシンボルあるんで、うん、そう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 、しっかりと消滅させて連続アタックを防ぐっていうのはすごいですよね、さすがですね、うん、さあ円環の系で2枚ドローしますと、まあ、アマテラスのコアを置いて手札に戻せるけどさすがに1枚しかねまだグランウォーカー配置してないんで、そうですね、大事ですね、まあ、さすがにスピリットいないからもうこちらも準備のターンっていう感じなんですかね。そうですね、うん、なんかさあターンエンドして、いやなんかなかなかどっちも動きづらいですよね、動いた返しのターンで、うん、いやーなんかやられちゃう可能性があるって、ね、うん、あとまあやっぱどっちも初速は遅いデッキですからね、うん、まずは準備して、まあ、グランテラスは最近早いですけど、うん、それでもまあやっぱ赤期限とかに比べるとね、うん、そうですね、赤期限の速度やばいですからね、速いわけじゃないんで、シュタインゴイルでしっかりと手札をね、うん、で上に戻すと、まあ、繋がるのはもう分かってるんでね、もう確定ですからね、はい、星読みとしても、でしっかりとシープでね、セフィロシープでコアを追い、コアブを、いやー強いですね、強いですね、やっぱ行動からねアンデッキに戻るとね、うん、セフィロシープがね恋しいのなんだ、うん、コアブしたいってなるんですよ、行動デッキのねやっぱりいろんな強さ持ってますからね、そう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 、手札もしっかり増やせますし、まあ全部高水準でまとまってますからね、うん、さあ、しっかりとダレメリアが入って1個サリザバンで消滅と、そう着実にコア増やしながら、ただスピリットは残さない、おでさらにダモ配置して、うん、まあ、足場をね、うん、しっかりと、まあ、1章とかでね追加されたフィールドマジックとかがあったらね、うん、まあ、裏目になってしまう可能性はありますが、まあまあ、お互いに、ね、テラスからそうそう飛んでくるってことはないでしょう、うん、デッキを予測しても、うん、おー、さらにサルメでアマテラスとサマーマジしてグランテラスが ね、 ね手札に入りますよと、そして鉄壁の盾も効果で手札に入るということで、うん、いやこれはねかなり引いてるし、そうですね、いやだいぶ噛み合ってますね、コアチャージで手札に加わったり、このオープンでも手札に加わったりしてるんで、うん、3枚手札ですかねこれ、文字情報としてもめちゃめちゃ強いっすよ1コストで3枚増えるってすごいんだよなやっぱり、いやさあそして2枚目のアマテラスを配置と、うん、やっぱアマテラスってアマテラス配置で自身にコアチャージできるんです、強いですよね、2枚目以降も ね、そう無駄じゃないっていうのも、ゼウスとかもそうだし、うん、さあフトダマね、小川さんの嫌いな、大嫌いですよフトダマ強いのよね、そう青装甲持ってるしさ、うん、さあ今回も準備してターンエンドと、もうお互いだいぶそうね、まあ相手の場にスピリットがいないのであれば、じゃあこっちはちょっと準備しようっていうことなんでしょうね、うん、うん、まあ、確かに装甲をねあるとリリアのグランスキルでデッキの下に送られたりとかするんで、そうそうそう、前職に対してね強く出られるんで、うん、さあまたオープンしてシュタインボルグ10が手札に入って、うん、またデッキの上に、あね、その行動もやっぱ時間をかければかけるほど強いデッキなので、そうですね、そうゆっくりしすぎてると、うん、でもこのジェミナイズ10とかでね、そうですね、コアブされながら、さっきねサジタリアスドローが入ってるんで、うん、まあ、そこで4ドローですからね、いやそうですよね、うん、4ドロープラスオープン入りますからね、そう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 、ダウン2つ置いてるんで、さあジェミナイズ10の効果はやっぱ正解法とね召喚とどっちも強いですからね、そうそうそう、メインステップ2コアだけでもうすでに強いんでね、いやそうですね、うん、でその増えた2コアでマジック使ったりできますからね、そう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 、さあここは普通にレムリアを召喚、まあ、召喚時効果ですね、召喚時効果でレムリア、ジェミナイズ10の
まあ赤シンボルがここで確保できるっていうことはですよ、まあそういうことですよ、まあそういうことでしょうね、増えた2コアを使ってっていうね、射精解放使いましたね、うん、射精解放の効果でマジックこのターン内1回じゃないんですよね、そう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 、このターン内では2回使えるっていう、うん、もう一度発揮しますから、いやこれめちゃめちゃ強いですね。さあサジタリアストローしっかりとフル軽減で、はい、増えた2コアでいけますからね、うん、やっぱここまで回り始めると、うん、やっぱりね、まあ、これだけドローされるってことはそれだけ防御札も手札に入る可能性もね、そうですね、やっぱ増えますし、ありますね。さあオープンの1回ですね、なくまた2枚ドローして4枚オープン、うん、4枚ドロー2コストで4枚ドローってやばいっすよ、うん、やばいっすね。いやまあこれでしっかりとまあ行く可能性はあるんでね、うん、そうそうそう、でさらに下インボルギテンも召喚していく、でまたコアチャージ乗りますからね、うん、で召喚時でまたトラッシュから、あサジタリアスドローね、まあどんどんだからデッキを回していくっていうね、うん、もうこれで一番下にあるカードもね、うん、分かってしまえば16枚か、結構ね、できますし、まあ、サジタリアストロー相手のターンでもね強いんでね、防御カードとしてもターンあるんで2万以下破壊、うん、めちゃめちゃ強い、マジックで2万以下破壊って結構今ね、そうですね、耐性持っててもスピリットとネクサスとかなんでね、でちゃんとね太玉 の装甲をね抜ける赤色っていう、そう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 、ところもいいですね。さあ、まあ、下インボルグ10のアタックの解放も使ってコアも増やして、うん、しっかり確保すると、さあ重い金強いですよね、いきました、ね、重い金召喚時にね、やっぱこの主君召喚コスト知らずに召喚ってめちゃめちゃ強いですもんね、しかも主君に、まあ、スピリットネクサス耐性を配るんで、うん、かなりねこれ出されると戦いづらいですよね、うん、いやそうなんですよね、 そこにだって太玉までいるわけですから、そう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 、うん、もう久しぶりにねこのゼロカウンター入れようかなって思いますもん、この重い金見るとね、でもまあほら行動側はサジタリアストローがあるんでね、まあそうですね、マジックだったらしっかりね、そうそうそう、うん、そこがやっぱね、じゃあそこも含めて回収してたのかもしれないですね、思い金をちゃんと読んで、さあしかしこれでもうねデッキの下戻して回復はできる状態なんで、そうですね、とりあえずさあグランテラスの解放つく転生解放でデッキの下戻して回復と、そしてスピリットの効果も発揮しないんでね、さあそして今アマテラスのコアが乗ってるアマテラスのグランフィールドで1点と、はい、これも強いですよね、戻すだけで1個ライフ奪えるっていう、そうですね、さあここでアダック後ですね、うん、ライフ減ったのを先に、うん、はい、フィールドの効果を解決してその後バーストなので、まずはスコルビウムをリレーの効果で召喚で派生効果でコアチャージしてバースト効果の解決ですね、うん、スコルビウムでさあレベルが上がっていた、外して、ね、はい、アマテラスからコアを取り除いて召喚する、さあ一応これでブロッカーがね立ったので、うん、さあ BP もね今レベル上がってないから、そうですね、相手の7000ぐらいかな、はい、はい、7000、うん、って考えるとまあ1万1000あれば、そうですね、でまあ回復効果はねもうスピリットの効果発揮されないんで、まあ、仕方ないんですけど、はいはいはい、おお、これ破壊時、ね、はい、なるほどね、まあ、これでグランテラス回収、まあ本当だからサジタリアスドローとかに合わせて使いたかったんでしょうね、そうですね、サジタリアスドローで破壊されても、うん、まあ、ソウルドラゴン回収できるぞっていうのもありますし、うん、そうですね、まあとはいえ破壊されたんで、まあ、ソウルドラゴンを召喚して、まあ、ここはグランテラスの降臨も一応自分のターンなんでね、フラッシュタイミングもできるんで、はい、まあ、回収しますと、さあただ、まあ、バトル解決しちゃってるんでね、もう一回別でアタックしなくちゃいけないんで、そうですね、さあ重い金でアタックして相手はフラッシュなしと、うん、でソウルドラゴンの方に降臨すると、さあさすがにこのタイミング、そうっすよね、うん、サジタリアストローが2万以下破壊はやっぱ強いっすね、強いですね、2万以下1万7000じゃどうしようもないですからね、ただ2万3000するためのコア6個は厳しいな、厳しいんで、確かに、いやーなかなか辛い、いやでもやっぱ太玉と重い金のネクサス耐性が効いてますね、うん、やっぱり、さああとこれで、ね、リリア、今はリリアで出さずと、そうですね、うん、さあコアがあとねもうめちゃめちゃやっぱ
解放正解ほどね効果でめちゃめちゃコア増えていくんで、小川さんさっき言ってたみたいに後半になればなるほど、そうなんですよね、じわ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 やくるんですよね。あとこのオープンすごいですね、アルティメックシールド、行動にアルティメックシールド入れるのもちょっと珍しいですよね。珍しいです。まあでも今は結構アルティメックシールドね、うん、やっぱ使用期限とかに対してもアタックステップ終了って結構強いんでね、うん、コアチャージしっかり落ちてから手札に入るっていうところがねすごいっすね。素晴らしいですね。さあシュタインボルグ10じゃなくね、おそうですね、リバイバルでもなく俺も愛用している一番最初のシュタインボルグ、これもこれで強いっすもんね。まあ、確かに軽減大変かもしれないですけど、うん、こんだけコア増えてたらね。そう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 。これ今紫軽減ないですけど、6コスト支払って召喚できますからね。まあまあまあ払ってあげようかなぐらいになりますからね。で4枚回収できますからね、だって行動の数だけ紫のカードなんで、うん、さあこれね10回収できるのがね強いのよ。いやー強い、10回収できるのが。シュタインゴイルもね一緒に回収して、うん、でレムリアも6色だから紫の、そう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 、いやー強いわー。そしてシュタインゴールも出てくる。さあまだまだコアはありますよと、めちゃめちゃコアチャージしてるんで、なんかグランウォーカーすごいことになってますね。ね、現状やっぱりネクサス体制をね、うん、まだあるね、取られちゃうとやっぱね。さあこれでもう一気に消滅、あー全部消滅する。うん、まあちょっとこのターンはね、うん、コアたくさん使ったんで1回ターンを渡してっていう感じでしょうね、うん。まあ、グランテラスもやっぱりあの相手にスピリットがいなければスピリットの効果が発動するんでね、うん、そうですね。そうするとまあやっぱバーストでセットしてるスコルビウムであろう、うん、あのバーストもなかなか睨みを効かせられますし、うんうんうん、確かに。さあうずめ召喚してコアチャージと、さあここは探しに行ってるんですかね、うん、あまあグランテラスを、そうですね、手札に加えると、こんな何枚あってもいいですからね。まあそうですね、もうフィニッシャーとしてはねしっかり加えてプレッシャーをかけつつ、あさらに重いかね。ただやっぱあの行動側はね、うん、あのやっぱ序盤に入った鉄壁の盾がね、うん、少し重いじゃないですか、うんうんうん、だからまあそこの鉄壁の盾もねどう処理していくかっていうこともあるんですが、まあ、さっき一応デッキオープンした時にリブラが見えたので、うん、はい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 、まあ、やっぱもうこうなるともうリブラプランに切り替えていくのかなっていう。そうですね、あもうこっちはもうこのアタック通せば勝つぞと、トリプルシンボルなんで、うん、さあクラウンソーラーの効果でボイドが怖い1個置いてステップに1回回復って、これも強いですよね。そうですね、これでスコルビウム開いたとして、うん、ただまあブロックアルティメックシールドで止まっちゃうじゃないですか。はいはいはい、はい、でももう1枚手札にクラウンソーラーがあったら、うん、ブロックできないですからね。ブロックできないんで、これはもう、まあ、1枚ね、さっき下に行ったのがちょっと、そうそうそう、これでももしクラウンソーラー打てれば、うん、まあこれもし相手が召喚しなければ、あーなるほどね、コアの数的にちょっときついのか。鉄壁の盾ってあのグランウォーカーのコアを置いて手札に戻すじゃないですか、スピリット。はい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 。ただまあね、リブリアがあるんでね、リブリアで、ね、乗ってきて、まあ、横に、そうですね、これ2体になっちゃうと2体やっぱり、そう、鉄壁の盾じゃ、ね、1枚じゃ足りないっていうプレイがね。そしてサジタリアスドロー。さあここフラッシュはなかったと。ここでやっぱクラウンソーラー欲しかったっすね。そうっすね、うん、まあ結局いや BP は一応2万を超えられてたのか、うん、まあ1万7000プラスで、まあ、超えてるんですけど、フラッシュでコア使っちゃうと、まあ、回収したサジタリアスドローでもね、まあやられちゃうっていうのがありますからね、うん、さあこれだけコアがあるともうこのターン結構動けるんじゃないですか。いやさあシーンボルグ10が入っていく。さあまた、いやこのボルグ10強いね。そうですよ、またトラッシュから帰ってきますからね。さあジェミナイズ10、うん、まあ、サジタリアストローさっき見えましたからね、まあ、回してトラッシュから手札を加えてるんで、うん、こうなってくるともうもはやリブラですかね。まあそうですね、プランとしては、まあ、ライフ削るよりもそちらの方が、うん、あとはもう戻してる順番を考慮しながら、さあオープンしてデッキをねどんどん掘り進めていって、はい、どうもね下に行った
ギブラを手札に加えに行くと、もうだいぶデッキも凝ってますからね、うん、だから何枚あったらデッキに入ってるかですよね。まあ多分1枚ぐらいかなとは思うんですけど、さすがにそうですね、あんまり入りすぎても、まあ1枚あればでもこんだけねドローしたりトラッシュからね回収したりもできるんで、うん、確かに今だってグランテラスにボトムに送られたシュタインボルグ10がもうめくれましたからね、うん、デッキは一周したって考えると、 1回回ってますね、うんということは、まあ、ちゃんとそこも計算して、まあ、手札に入ってる可能性が、うん、入ってるのかな、もう入ってるんじゃないですか、うん、ボルグが一周してるってことは。でさらに、まあ、並べれば並べるだけ強いですからね、うん、ああ来ましたねリブラ。いやリブラのデッキ破棄も強いっすね。強いですね、やっぱサブプランとしてはかなり強いカードなんで、うん、やっぱここまで来ると行動デッキのこと見てゴッドブレイクマジでどのデッキにでも入れなくなるぐらい、いやーやばいですね、ここまで来るって考えると。キャンサーシェルを使って2枚オープンして行動1枚でもう1回使えると同じ効果、このターン中ですからね、うん、いやー、まあ、レオのシンボル追加で2軽減するっていう使い方もいいっすね。そうですね、1枚あれば2軽減、そしてゴッドでさらに軽減っていうね。さあアタックして、まあ、バースターオープンしておいて、はい、アタック時効果でデッキが破棄されちゃうと、さあ回避も使ってで大姫の効果ですね、はいはいはい、まあ、このバトルが終了したらアタックステップを終了するっていう効果もねあるんですけども、こんだけねダンさんの上にコア乗ってたら苦しいですね。いやこれは苦しいですね。さあ、まあ、フラッシュなくって、まあ、破壊するとサジタリアスドローのフラッシュ使って、まあ、2回もフラッシュの効果2回もずるいっすね。だから重い金と太玉がいなくなったことによってこれでもう耐性なくなりましたね。先ほどまで苦しめていた耐性がね、うん、扱いますね。リリアの効果を使ってさあ、まあ、行動の数だけねデッキの下に送れるんで、グランテラスとオオヒルメ2体の化身をリリア1枚でねデッキの下に、素晴らしい。そしてここでダウンをしっかりと発動して相手の盤面をさら地にしつつアタックステップ終了させないぞと、はい、うーん、ここまでやっぱり来るのはすごいですね。そうですね、しっかりと読んで、まあ、さあ鉄壁の盾で一応まあライフは減らないぞと。そうですね、でも一応このターンねリブラゴリアを手札に戻すことによってデッキ破棄による敗北がないと思いきや、そこからのまた降臨、そうさっきね回収したんでね、はい、レムリアでそしてまたリブラが召喚されると、でさらに効果で1個ライフを奪って、でそれはシュタインボルグ10の解放を使ってるのでトラッシュにと、うん、いや素晴らしいですね、流れるようにしっかりと全部が噛み合ってますもんね、うん、でさらにもう一度リブラのアタック時効果を使用して、はい、綺麗にデッキを削り切ると。いやーキースピリットたちもしっかり落とし戻して落としてっていうこの動き強いですね。強いですね。さあデッキがゼロになってしまったと。いやーやっぱリブラゴリも大好きなんでね、ここまで綺麗な試合だとやっぱりもう、いやもうすごいですね、お見事ですよ。いやお見事ですわ、しゅんさんすごいっすわ、はい、ということで、いや動画をね見ていただきましたが、やっぱ素晴らしい試合だったね。いやでもねやっぱこれエクストリームリーグに関してはやっぱりねちょっと木山さんみたいにねうまく言うのがちょっと難しいなと思ったんで、はいはい、まあうちらはねうちらのこのねなんかゆるーくねゆるーくこう見ていくみたいな動画できればなと思うんですよ、はいはいはい。で今回まあ公式のね番組の動画を使ったんですが、うん、はい、まあせっかくねやっぱ我らバトスピ同好会ということで、はいはいはい、まあこの視聴者の皆さんのね対戦動画とかをこういう形式ちょっとやってみたら面白いんじゃないかなと思うんですよ。ああなるほど、視聴者の方が撮った対戦動画を、うん、そう俺とヤッキーさんが実況するの。そう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 なので面白いね、まあまあ、YouTube チャンネルをねお持ちの方だったり、まあ、アカウントをお持ちの方であれば、うん、まあ、YouTube の方にねその対戦動画をアップしていただいて、まあ、そのリンクとかをね Twitter の方で
ハッシュタグ我らバトスピ同好会をつけて、うんうん、まあ、ツイートしてもらえれば、はいはいはい、はい、ぜひね解説してほしいみたいなコメントとかいろいろつけて、まあ、ツイートしていただければ、もしかしたらあなたの動画が我らバトスピ同好会で、はい、流れつつ、まあ、自分たちがね見ていければなと思います。素晴らしいですね。それは面白いよ、うん、確かに。ぜひぜひお願いいたします、はい、まあ、我々ねちょっと拙いかもしれませんが楽しく実況させていただきますので、はい、ぜひぜひバトルスピリッツの動画、うん、対戦動画お待ちしております、はい、お願いします。ということで今回の動画はここまでとなっております、はい、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでこの番組では、やってほしいことや感想などを、Twitter ハッシュタグ我らバトスピ同好会で募集しております。またバトスピの公式チャンネルですね、 YouTube のチャンネルのご登録もお待ちしております。お願いします。お願いします。それでは次回もお楽しみに。最後までご視聴ありがとう。